いろんな美味しいものあるらしいよ、明日。また食べ物の話してってね。前髪が伸びてきちゃって、切ろうか迷ってる。今晩にでも。ちっちゃいハサミなら持ってて。そうなの。髪の毛の話っていうあれか、あ、入れなきゃかな。ここのよくコメントみんなが送りやすいやつのとこにね、私髪の毛の話絶対言ってるんですよね、本当に。ごめんね、いつも。でも髪の毛の話したくなっちゃうんだよね。あ、前髪はいつも自分で切ります。色は今すごい明るいです。ほら、光ってる。でも今暗くしたくなってます。いつも毎日最近髪の毛暗くしたいなと思いながら、やってます。でも明るくしたいなって思ったりします。ブレブレですね、すいません。広島で何か食べましたかはね、本当にね、お好み焼き食べてないんですよね。お好み焼きが食べたかったんです。でもお好み焼きを作るキットみたいなのをいただきました。 お好み焼き作れるキットもらったので帰って作ります。作って食べようかなって思います。配信してね。たこ焼きにしないでね。 たこ焼きも作りたいなと思ってるんですよ。やっぱりね、手作りたこ焼きが美味しいよね。 手作りのたこ焼きが美味しいからね。私本当にみんなに食べてもらいたいなって思う。丸くするたこ焼き。でもあれすっごい時間かかったから、すごい時間かかるんです、私のたこ焼き。待てる人しか食べれませんね。配布したいもん、たこ焼き1個だけね。もうあれ効率悪いんで、とっても本当に美味しそうだったでしょ、たこ焼きの。1人1個ずつで配りたいぐらい。もうキッチンカー出したいもん、たこ焼きの。 本当に丸くするのが好きだから、食べてほしいっていうよりも丸くしたいだけです。ただ丸くできたらそれでもう完成です。作るのが本当に好きなんですよ、たこ焼きに限っては。作るまでがもう、作って盛り付け、もはや盛り付けすらいいやってくらい。盛り付けもいい。もう丸くできたならそれでいいってくらい好きです。たこ焼き作りたいな。配信から作ってないですもん、本当に。うまくも丸め、いかに丸にできるか。それですね、たこ焼きに関しては。確かにドキュメンタリーしてます、これ。たこ焼きについて語ってる。 なんこれって福岡の角で、部屋の角で何してんだろう、本当に。たこ焼き、そうですね、やっぱりどう丸くするかが一番肝ですね、やっぱ。
こ焼きとは。たこ焼きとは、そうですね。いや、本当に丸くするだけです、たこ焼きっていうのは。全然さっきから中身がない会話しかしてないんよ。うん、それでいいんだよね。ごめんね、たこ焼きと髪の毛の話しか しない女で本当にごめん。生誕ティー届いてるらしいね。そうそう、よかった、届いたらしいね。ね、よかったよかった。いつ切る？なんかみんな来てくれるから、毎年ね、あのお話し会で来てるんですけど、次の一発目とかくらいで切るかね。寒いんだよね、でも。なんか長袖が良かったな、ほんと。ロンティー欲しいな、黒の。あれだから袖長くなったらいいのにってめっちゃ思いますね。冬のメンバーだけさ、布足してほしいね、腕の部分ね。寒くないですかあれ、着るの。生誕ティーみんなゲットしてくれるのは嬉しいんだけどね。布欲しいよね、間違いないね。うん、え、イカめっちゃ美味しかった。今日食べたイカでしょ、めっちゃ美味しかった、本当にめっちゃ美味しかった。生きてたんです、生きてた。でも最後は天ぷらになってました。でも美味しかった。はい、私がイカの分も頑張ります。イカを食べたので、めちゃめちゃ美味しかった。え？てか、これあれ？こんなさ、え？絵文字って使えたっけ？あれ？昔から使えてたっけ？ここ今コメントにさ、イカがいたんだ。え、あれ使えてたっけこの絵文字、あれいつから、え、いつからですか、結構前だっけ。ん、めちゃイカがいるんだけど、え、あれ結構前から、去年から使えるよあれ。あ、そう、なんか使え、あ、そう、去年からか、今気づいたんかな、本当に。え、本当だ、いや、え、本当だ、ごめん、なんか全然ギフトばっか見てたんかな、結構今びっくりしちゃった今。右側、そう、イカはもう美味しかったんで、イカとタコ。魚介めっちゃ届くんですけど大丈夫。え、あったっけこんなのね。たこ焼きにするぞ、丸めるぞ、丸めたろか、タコそんなくるんだったら丸めたるわ。なんかまたイベントやってるね。ちょっとさ、ちょっと止めるね、時